私がバリア解消請負人白倉栄一と申します。よろしくお願いいたします。私は24歳の時に交通事故に遭って脊椎損傷になったんですね。それ以来一生車椅子生活というふうに言われて、まあ23年が経ち、今47歳ですね。まあそれまで大手小売業で人事総務課長とかやってきたんですが、もっともっとバリアフリーっていうものを普及させたい、まあそういった中で少しでもバリアフリーが経営者の皆様に、これバリアフリーにしたら売り上げも上がったよね、お客様を喜ぶ顔も見えたよねっていう風になって、しかもそれによって車椅子利用者の人も行きやすくなる、そんなようなお店を作っていきたいと思って、まあ講演とかコンサル、まああと執筆活動などもやってます。今後ね、私も YouTuber として、まあまだまだほやほやの段階ですが、少しでも皆さんに何かお役に立てることがあったら、どん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 発信していきたいと思ってます。皆さん、ぜひとも今後ともバリアフリースタイル、よろしくお願いいたします。